もしくは台本ここに持ってきてとかって言ってもいいんじゃない。そうですね、演出上読んで。じゃあこの後一応顔見えるぐらいで下でやったり。オッケー、じゃあやりやすい。そうなんです。で、前回とちょっと違うところが、はい、マリさんが結構その相づちっていうか、まあ、もう前はもう結構へーすごいねっていうぐらいで良かったんですけど、今回はそのマリさんの反応からの神田さんのそうそうそういうことなんだよみたいなやり取りがあって説明が繰り広がっていくっていうのがあるんで、よかった。じゃあ8-2が7-3ぐらいになりますそうなんです。喋る割合がでめっちゃ喋ってましたよね僕ねそう見たらね、まあ1回目だから説明だからしょうがないにはせよねそうなんです。だいぶ喋ってたな。そうなんです、うん、でも似合ってたろ。そういうことじゃないよ。あ、じゃないんだ。何ももっと喋ってほしいで、カンペに、あの神さん、マリさんのところなんですけど、ちょっと、マークして、マークして、マリさんのところですよという分かりやすいサインですね。以上、ね、うん、そのところ見せましょう。あ、そうだ、クーニーのお話が終わった。あ、でも、まあ、こっちのあれも大丈夫でしょ。あの、大事なところは出していただける。なんか、そうですね、赤とか緑とかでマークしたんですよ。あ、こんな感じ。あ、これちょっと